リナのラジオギャザリング。たとえ闇の中で聞いていても、この感触を忘れないで。皆さんこんばんは、ほおずき弥生役笹原優です。スマホ充電切れてラジオ聞けないし、運勢最悪だよ。皆さんこんばんは、神尾役川口里奈です。テレビアニメダークギャザリングをより楽しんでいただくためのラジオ番組、ラジオギャザリング第16回スタートです。パチパチパチ。番組のことを SNS に投稿するときはハッシュタグラジオギャザリングで投稿をお願いいたします。毎週月曜日の19時にポニキャンアニメの YouTube とスマホアプリラジオトークにて配信されるので、アニメとともによろしくお願いします。はい、10月ラストの配信になるらしいね。ほー、なんか今月は、うん、月曜日が5回ある月、うん、そうなんだ。そうそう、らしくて、うん、だから4回までということなのらしいので。知らなかった、それ。そう、私も知らなかっただけど、そうなんだ。帳尻を合わせるために。あ、なるほどね。来週はお休みということになるらしいでございます。そうなんだ。じゃあ次のラジオギャザリングでは2話分をお話をできるってことかな。そう、追加でお話 し、うん、していくし、うん、なんと次回は、うん、ゲストに、はい、近藤健一先生をお迎えする予定なのでね。パッパラパー。アニメ2話分を語ってる暇はね、うん、それはそう。もうなんか それを語ってたらね、もう聞きたいことがいっぱいありすぎるからね。まあでもね、内容的にはね、大丈夫。2週続けていけます。まあとにかく爆速で話そう。そう、アニメ勢からはね、そうだね、アニメ勢のためにね、うん、言わないでおくけど大丈夫。そうそうそう、2週連続で話せるような内容にはなってる。はい、先生にね。しかももう17話18話はやーべー内容だから本当になかなか屈指の気持ち悪さだよ。やばいから本当にいつも気持ち悪い言ってる気がするけど。いやでもなかなかだよね、ここはね。いろんな意味でね、うん、センシティブだよ。あ、でも確かにそれはそう、うん、なんか放送していいのかなみたいな感じあるよね。あれを放送させてもらえるなら、うん、私は逆に嬉しいって思った、うん、なんかその作品としてはさ確かになくてはならない部分だから、うん、ああいう話って、ね、ちょっと語弊があるけど魅力的な部分であるよね。そうなの。ああいうところ、あそこまで描いてしまうところがね、強いしな。ほんでまた敵も、そうなんですよね、もうすごい毎回毎回本当に死ぬ思いしてるから、ね、みんな。うん、本当に。でもね、なんかね、そんなこともね、近藤先生に ね、リスナーさんからもたくさん質問届いてるので、うん、どしどしね、質問させていただければと思っております。頑張ります。はい、それでは今週もレッツゴースタート。私が見てほしい第16話の見どころは、無限修復人形を作る英子です。私が見てほしい第16話の見どころは、愛ちゃんお土産買いすぎです。ゆうとりなのラジオギャザリング。ということで、先ほどお聞きいただいたのが今週の見どころジングルでした。はい、いやもう、いやもうそうだよね、わかるよ。内容が内容内容が内容だからねごめん、私ちょっとふざけたけどさ、わかるよ。でも愛ちゃんが久しぶりに出てきたっていう回でもありますから、愛ちゃんが出てきたらもう全部愛ちゃんに見どころをフォーカスさせていただきます。そりゃ当たり前よ。もう愛ちゃんがなかなかね、大変なところに行くもんだから。そう、しかもさ、あの子ドジなのにさ、いつもなんか両手塞がってんのよ、転ぶのにさ。癒されたよ。癒された、癒された。だって久しぶりにさそう、久しぶりに会えたんだよ。このさ、A 子の顔からの愛ちゃんだからね。そっか、これページがね、続いてんだ。原作、そうそうそう、原作だとね、続いてるんですけど、無限修復人形を作った A 子の顔からの、うわーんってなってる愛ちゃんの顔 ね。さ、やっぱりさ、
A 子やべえよ。いや A 子は本当にね頭いいね。でもね本当にでもその A 子がさやっぱ初めてこう恐怖に対して悩んだというか、あそうだね、そう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 、ちょっと自分の中でどうしたらいいんだろうっていうね、そうそうそう、やっぱこう死を間近に感じてしまったもんだから、確かに確かに、あの A 子が恐怖に対してどうしようって悩むって相当じゃない、うんうん、そうだね。でも悩んだ結果さ、あの逃げるじゃなくてさ戦うに行くのがやっぱ A 子、そう、それからの無限修復人形だから ねやばいよね本当にね、末恐ろしい人ですね A 子は。でもそんなところが大好きです、うん、魅力的、はい、まあね、愛ちゃんも出てくるってことなんだけど、そうなんですよね、ね、ちょっとその後の展開も、ね、ちょっとどころじゃなく重要そうだよね、うん、重要そう、ぜひぜひ神様とさ、ね、空母が出会ってそうだよ、ちゃうところじゃなかった？うん、ちょっとね、本当にね、かっけえのよ。なんかさ、神様ってさ、いつも余裕そうな顔してんじゃん。これ顔やば、顔やば。みんな、みんなアニメと原作をぜひ見て。私たちはアニメがどうなってるか実はあんまりわからない世界線にいるんですけども、そうなんです。まだオンエアされてないのでね。ちょっとやべえよ。ほら、見て。おや、こっちの方が面白そう。やばいじゃんこの顔。すごいね、好戦的すぎるって、楽しみすぎますね、私たちこれからこの方と戦うの、そうだよ、勝てない今のところ、今のところちょっとまだ足りないね、はい、そう、そしてさ、そうなの、先月ね、そんなね、まあ若干 A 子会なんですけども、 A 子会ということで、先月はね、はい、そんな A 子の花澤香菜さんと、 A 子のというか A 子役の花澤香菜さんと一緒に第2クール先行上映会ということで、はい、実在してたね私は知ってたって、いや、ね、私は共演させていただいてた時から知ってた、でも、アフレコあの同じこと思った、そう、アフレコでさ、そうだよね、サッサはさ、うん、ご一緒させていただいた時、もしかしたらその最初とか、うんうん、あとね、もう別作品とかでももしかしたらね、思ったかもだけど、そう、別作品の時に、思った、そうだよね、てかまあ先輩にはみんな思ってる、そう、会えるごとに思ってる、そうだよね、いや、そう、それこそそうなんだよ、事務所で私島崎信長さんとね、慶太郎役の同じ事務所なんだけど、あ、なんか何度もお会いするほど、その何度もお会いしてないけど、うん、言ったら、あ、本物だってなんかさ、めっちゃわかる、わすごい、私はもう先輩ごとに実績解除してるから ね、あったっていう実績を解除してる、そうなの、しかもさ、先行上映会を見てくださった方、あの聞いてくれてたと思うんだけど、うん、まさかの私のね、友達が美容師をやっているんだけど、はいはいはい、そう、スタイリストさんやってて、言ってたね、まさかのそう、花澤さんが通われている美容室でそんなことある、そう、ヘアスタイリストをしていたっていう、その後友達に LINE したの、びっくりした、そうなんだ、ということで、すごい、ここでリスナーの皆さんからメッセージをいただいているのでご紹介させていただきま す、ラジオネーム小石田さんからいただきました、ありがとうございます。さっさ、なりちゃん、先行上映会に参加いたしました、うん、大スクリーンと高音質で視聴する大掃除と鬼軍曹の迫力には圧倒されました、うん、お昼の12時始まりということでちょっと頭がポヤポヤしていましたが一気に目が覚めました、ね、よかったよかった、トークショーでは花澤さんを囲むオタクたちの会話を見ていましたね特に花澤さんとなりちゃんに共通の知り合いがいるというエピソードが飛び出した時は、ね、なりちゃんのテンションがオタクのそれで面白かったです。ここまで来たら最終話最速上映会もぜひ開催してくださいということで、うわー、ありがとうございます。いや、私もびっくりした。まさかさ、なんか全然その打ち合わせとかその控室とかで何も言われてなかったから、そこで突然飛び出したのよ、その話が、すごい、本当にすごい、そう、びっくりした。友達に LINE しちゃったよね。びっくりだね、本当に、うん、本当にびっくりしました。なんか世間って狭いんだなって、そうだね、それはそう思った、うん、し、なんかそんなことが起きるとはって感じだった。そう、オタク視点で考えるとさ、あ、なんか頑張ればこういうなんかハッピーなこと起こるんだなって思った。そう、道端で出会った人には優しくした方が、ね、本当にそう。だってこの作品でさ、ね、そう、それこそ花澤さんと共演できたこともさ、オタクの川口里奈としてはめちゃめちゃ、そうだよ、どっかでつながるかもしれない、ね、その前行が誰かにつながる、そして巡り巡って私たちにつながってるかもしんない。ねー、マジでちょっといいことを重ねていこうと思いました徳を積んどこ、徳を積んどこ。ちなみに、はい、劇場だと大僧正のお経が四方八方から聞こえたらしい。ねえ、聞きたかった
んだけど、あれね、アトモス、ドルビーアトモス、アトモス、え、めっちゃ聞きたいんだけど、え、私聞いてもさ、正常でいられる自信あります？正常でいられなかったらさ、私大通帳に負けないから。いや、正常じゃなかったら、あの日いた先行上映聞いた人全員危ないことになっちゃってるよ。危なくない？大丈夫？え、みんな大丈夫？みんな大丈夫？帰りに、どうなるんだっけ、どうなる、廃人になるんだっけ、廃人になるって言ってた気がする。みんな廃人になりながらこれ聞いたりしてない？大丈夫？そうか、廃人になったらどうなるんだろうね。なんかよく聞く言葉だけど、正気を失って言葉を発せなくなるみたいなことかな。自我を失うのかな。でもさ、そっか、でもラジオで、ね、メール送ってくださってるってことは廃人にはなってないのかな。ありがとう、本当に一応大丈夫っぽい。ありがとう。大丈夫、みんな勝てた。みんな勝てた。まだある。ラジオネームハルリンさんからいただきました、はい、ありがとうございます。かなさんも含めた3人ともダーク、黒をベースにしつつ、それぞれ個性的でダークで可愛くて胸がときめいておりました。ありがとうございます。ジャンク、あのお衣装は自分たちで選ばれたものなんですか？またトークパートも作品を深掘りしつつも和やかな雰囲気でしたが、かなさんとお二人の関係が先輩後輩であると同時に姉と妹みたいにも見えました。3人でお茶会パン会している動画も見てみたいなと思いました、ということでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。パン会したい。パン会いいね。パンのアフタヌーンティーとかいいんじゃない？私行ったことある。あのパンを、パンのアフタヌーンティー、そう、なんかパンを、なんて言えばいいんだろう、パンのなんか、テーマにしたアフタヌーンティーとかあるんだよ、そうなんだ。そう、美味しかった、めっちゃ。ちょっと今度お誘いして、ね、行きたいね、ぜひ。衣装はさ、そう、私と多分、どうだろう、お話ししていい、良ければなんだけど、スタイリストさんがいてくださってなんですけども、最初ね、あのスカートが、汚れてて、そうなの？汚れててっていうか、まあ汚れたデザインだったんだけど、あまりにも、あまりにも、あの墨を散らかしたデザインで、これは今されたんですかみたいな、してくださったんですかみたいな、なんか仕様じゃなくてガチで汚れてるみたいな感じ。そうだからガチで、あのスタイリストさんがやってくださったのかなってみんなが言ってて、もう聞く人みんなそれ聞いてて、違いますみたいな、元々のデザインですみたいな。あ、そうなんだ。私が汚したんじゃありませんみたいな。さっさのは上下ともにスタイリストさんが用意してくださったの？そう、全部あの全身コーデでした。そうなの。そう、沢口はね、自分の全部私服でした。あらあら、そう、あれですっぴんで、ちょっとさ、結構さ、あれ、なんだろう、ロリータのお店で買った、かわいい、めちゃくちゃかわいかったよ服なんだけど、あれでね、すっぴんでね、練り歩いてきましたよ、スタジオまで一旦ね、わかる、ああいう服をさ、着てさ、すっぴんで歩くのってさ、しんどいよな、そう、なんかいろんな意味で。あの服にサングラスかけてきた。私もびっくりしちゃった。見た瞬間、誰ってなって。マジちょっとおかしな感じのね。すごいことをしてくるじゃんと思ったけど、すっぴんだったからだったんだね。そうなの、すっぴんだったから、大事。格好にサングラスでした。いやー、花澤さんは、あれはどうだったんだろうね。多分、一緒にスタイリストさんだったと選んでくださって思われますよ。でも確かにさ、なんかすごい三種三様で、なんかいい感じだね、そう、これ、そうなのよ、めちゃくちゃ良かった。なんかすごい、世界観に合ったね、お衣装でした、ね、やっぱさ、黒って無限大の可能性があるよね。まあ黒って300色以上あるらしいからね。なんか某アンミクさん、白は200色あんねん黒は300色以上あんねん。もうささみかかそうらしいね、はい、ありがとうございました。そうらしいですね、はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さん、たくさんのメールありがとうございました。ゆうとりなのラジオギャザリング、ここからはこちらのコーナーです。恐怖の五七五。はい、世の中にはいろいろな恐怖があふれているので、このコーナーではそんな恐怖の瞬間を五七五で送ってもらい、ご紹介していきます。いいね。ということでね、早速メールの方ご紹介させていただきますよ。お願いします。
ラジオネームソドコロネさんからいただきました。お、ありがとうございます。朝起きて通知に気づく。どうしたの？どうしたの？どうしたの？補足があります、ある朝起きると友人からどうしたの？と連絡が来ていました。身に覚えがないので調べてみると、朝3時50分台に電話帳から魔行の友人に電話をかけていたのです。寝ながら指紋のロックを解除し電話帳アプリを開いたのか、スマホのバグか、それとも部屋に見えない誰かがいるのか。ちなみに2週間後も同じ曜日と時間帯で違う人にかけていました。怖い。ちゃんと怖いじゃん。なんだろう、説があるとしたら、うん、無遊病。無遊病か、それかなんかそのもしかしたら曜日にすごい嫌な仕事とかがさ重なってさ、めっちゃ酔っ払った勢いでとかさ。でもさ多分寝てるじゃん、書き方的に。あ、でもそっか。私お酒に酔ってたらなんかそれはお酒抜けた瞬間とか。でも分かるんじゃない？それはなんとなく、あ、お酒飲んじゃったからだなとか分かるんじゃない？あ、そっか、昨日飲んだからみたいな。そっか、それがないのか。ソドコロネさん大丈夫そう？大丈夫？大丈夫そう？とりあえずその2回だけなのかな？かな。同じ人じゃなくてよかったね。確かに違う人。でもさ、それも怖いね。なんか、なんなんだろうね。でもさ、同じ曜日と時間帯ってことはさ、なんかあるよね。なんかあるね。でも起きてるのかな。なんだろう。確かに森塩しとこ。森塩はしとこ。なんかさ、かけた人のさ頭文字をつなげていくと文章になるみたいなさ、面白そう。なんか謎解き。私たちなんか脱出ゲームかなんか解いてる。面白そう、面白そう。いいね、ほら。待ってたから一緒に脱出ゲーム行きたいんだけど。やりたいね。ごめん、ソドコロネさん置いて自分たちの話をし始めちゃう。一旦つなげてみて、じゃあ一旦ソドコロネさんは盛塩をしてみよう。でも盛塩は結界になっちゃうから。あ、そうだね、本当にごめん、責任を取れないけど、中にいた場合はちょっと、中にいた場合は私たちは責任を取れないから、あのちゃんとした方にね、あの相談してみてください。まあ、でもその2回だけだったら大丈夫なんじゃない？なんかのサインではあるかもしんないけど、うん、もしまだ続くようだったらまたあのラジオを送ってきていただければと。あ、そうだね、あの頭文字つなげてください。ぜひ教えてください、そのコロネさん。ありがとうございます。ご無事を祈ります。ありがとうございます。はい。続いてラジオネーム前髪にグミついてましたさんからいただきました。まだついてる。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。おかえりにドスが効いてる妻の声。何したの？とか言っちゃって。何がバレたんだろう。怒られることに心当たりがありすぎると思ってしまいました。あるんかよ。ありすぎるんかい。何かな。一体、でもその心当たりは私たちに教えてくれないんだね。確かに ね一体何をしたんですか、前髪に。 いつまでもグミつけて。そうだ、前髪にグミついてるからかもしれないし、グミついてることに怒ってるのかもね。いや、すごいね、いい句だな。すごいいろんなことが連想されてとても良い句だと思います。良い句だね。なんか私たちはさ、こうやってさ笑い事にできちゃうけどさ。いや、ね、心当たりがあるなら直してください。そうだよ、ゴミ出しとかはやった方がいいって、ね。どこの女にグミ取らせて。グミ取ってないのよ。そう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 、取らせてない。まだついてるから。どこの女につかつかされた。そう、確かに、つけさせたのようじゃない。そう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 、毎日違うグミついてんのかもしんない ね。何のグミつけてるんですか。グミって結構くっつくもんじゃないと思うんだけどね。溶けてたのかな。そりゃ妻も怒るって。大事にしてあげてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ということで、はい、続いて、はい、ラジオネーム土佐のオレンジラビットさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。気がつくとスイカ作って深夜2時。ねえ、聞いてよ、ま、私さ、これさ、なんかわかんない。私3000点行ったよ、みんな。え、マジでさ、たった昨日行ったの。これ、やっべ、これ最近流行りの某ゲーム。先出しになると思ったけど、結構後じゃね、うん、これ公開されんの10月終わりじゃね。やめ時を見失って遊んでたら翌日仕事があるのに、こんな時間に。なんかさ、最近さ、そのさ、追加のゲームってさ、聞くけどさ、何それ。え、やったことない。やったことない。あのね、私ね、最近ゲームを、うん、でもね、聞いて、うん、ごめん、ちょっと一瞬さ、オレンジラビットさん、ちょっと待ってね、私たち、あの、さっさと話すから、ちょっと待って。
いいよ。そそのレンジラビットさん、いつもね、番組にメール送ってくれてるから いつもいっぱい話してんの。なんか、最近ね、ゲームっていうものをね、やり始めたの。友達の家で。うん。私は何をやり始めたかっていうとね、大乱闘スマッシュブラザーズっていうのをやり始めたの。うん。マジで、私は一生プリンを使ってるんだけど、可愛いから。いいじゃん。プリン以外を使いたくなくて、プリンを極めてんの。おー、すごいじゃん。楽しくなってきた。おー。で、なんか同じタイミングぐらいじゃないけど、まあなんか半年前ぐらいから友達がやり始めて、で私が今5回目ぐらいなの。うん、4連勝できたの。すごいじゃん。友達お任せなんだけど、うん、お任せでキャラ選べないようにやってるんだけど、ちゃんと3機全部倒して、すごい。もしかしてゲームって楽しいかもって思い始めた。よかった。ごめんね、スイカの話から脱線して。あ、スイカの話にじゃあ戻ろう。いいんだよ。スイカのゲームって何？スイカ作る。思ったよりファンシーなゲームだね。いやでも難しい。結構これに関しては諸説ある。スイカゲームとはスイカを作るゲームなのか、スイカを消すゲームなのか、スイカを作るまでのゲームなのか、結構難しいとこある。今さ、作家の先生がさ、こうやって画面見せてくださってるんだけどさ、うん、なんかさ、ピンクとかさ、うん、オレンジ、リンゴ、うん、みかんとかさ、いるじゃん。あるね。これな、なにこれ。この進化の輪に沿って、その進化していくんだけど、ここにあるじゃん、進化の輪って。フルーツが進化していくの。そう、この時計回りの順で、そうそう、同じやつをくっつけたら、うん、いずれスイカになる。ほんでスイカを2つ作ると消滅する。追消滅する。なんかよく言うさ、なんだっけ、テトリスとかする。あ、そうそう、そういう感じの、そのパズルみたいな。へぇ、あ、そうなんだ。なんか数字パズルとか流行ったよね、一時期。数字パズル、うん、なんか本当にゲームに触れてきてないの。本当にごめんなさい。なんか、いや、全然いいんだよ。私全くわからない。今、大乱闘スマッシュブラザーズしかわかりません。本当にごめん。あと、バイオハザードとかわかる。あー、怖いゲームだった。ホラーゲと今スマブラ、チラザートさんならわかる。チラザートさん大好き。マジで本当にチラザートさんに出てくる人間の声大好き。チラザートさんの方が通じないと思う。皆さんチラザートさん知ってる？本当に知ってると思うよ。深夜、そう、なんだっけ、深夜、なんだっけ、なんかね、深夜警備、そうそうそう、とかコンビニバイトとか、とかいろいろあったよね。そう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 、ね、銭湯とかね、いろいろあったよね。なんかそう、絶妙にいいグラフィック感、そう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 、と人間の顔が面白い。わかる。いいよ。コンビニにいた店長が一番おもろかった。しかも何やればいいかさ、分かんなくなるよね。私も何すればいいの。分かる。ね、そう、はい、はい、ホラーゲームの話でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私初出しなんで、どうせ3000点いったって どっかで言ってるわ。そうなんだ。いや、でもいろんなとこで行ってこう。自慢して回っちゃってる、ね、いや、自慢は大事。はい、ということで今回はここまででございます。こんな感じでね、個人的に怖いと思うこと、実際に体験した恐怖体験を575で送ってきてください。皆さんからのメールお待ちしております。以上、恐怖の575でした。ラジオギャザリングへのメールはスマホアプリラジオトークの番組ページにある質問を送る、または番組専用のメールフォームからお送りください。怖いなぁ、怖いなぁ、やだなぁ、やだなぁ。何が？メール送ってくれないとやだなぁ。それは本当にそう。ゆうとりなのラジオギャザリング。ということで、ラジオギャザリングお別れのお時間です。ここでテレビアニメダークギャザリングからのお知らせです。テレビアニメダークギャザリングは毎週日曜日、東京 MX、BS 朝日、関西テレビ他にて放送中です。そして原作がジャンプスクエアにて大好評連載中です。近藤健一先生の描く最高にクレイジーな新感覚オカルトホラーをぜひコミックスでもお楽しみください。現在13巻まで発売中です。テレビアニメダークギャザリングのブルーレイ1巻から6巻の発売も決定しています。第1巻が10月18日水曜日より発売中です。発売中、ぜひチェックしてください。その他お知らせの方は公式ホームページ、公式 X をご確認お願いいたします。番組やアニメダークギャザリングの感想、各コーナーへの投稿はラジオトークの番組ページにある質問を送る、または番組専用のメールフォームからお送りください。
ということで、はい、第16回ありがとうございました。ありがとうございました。いやなんか意外とさ、うん、このまあ、もちろんさアニメの話公式的にというかさ、うん、毎回語れるのもいいけどさ、うん、恐怖の五七五好きなんだよね。好き、わかる。なんかさ一瞬意味がわからない、そう、あとところとかも面白い。前回もそうだけどさ、なんかとんでもない話が生まれたりするじゃん、うん、あれ前回だよね、うん、合ってる、あのさあの実績持ちのやつ、お互い絵しりとりで、それびっくりした本当に、ね、あれ聞いた時に改めて、同じポジションだったっすね、そう改めて面白いなって思った。すごいわかる。そんなことあるんだってね、お互い相手がちょっと面白かったね。ね、しかも そして、まあ、来週はちょっと恐怖の五七五やってる暇がない。そう、なぜならだってなんて言ったって近藤先生がゲストということでお越しくださいますので、ちょっとそちらをね、ね、掘って掘っていろいろ掘りまくりますよ。いやどんだけ聞けるかな、ね、もうとりあえず聞きたいことをそうだね、ううん、パッパか聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではここまでのお相手はほおずきやよい役笹原優と神尾役川口里奈でした。次回もレッツゴースター。